ナ11号表紙モデル候補のモナモデル堀幸乃です。この動画を見てくれて本当にありがとうございます。動画が5分しかないので早速自己紹介をします。はい、こちらどうぞ。私が好きなものはこちらです。詳しくは動画を止めて見てみてください。私はこの動画で自分のことについてちょっとお話できたらなって思ってます。私は昔から、自分の意見がよくわからないような人でした。何を考えているのかわからないってよく言われていて、自分でも実際それがよくわかっていませんでした。そのために未来が不安で仕方なくなって、自分を不安から遠ざける選択っていうのをしていたっていうような感じです。それがモナに出会って、何人もの夢を叶える人に出会って、夢を叶える姿っていうのを目の前でたくさん見てきて、夢を追いかける人に出会ううちに、自分もそこに乗っかりたいって強く思うようになりました。始めた頃はわからないことばっかりで、失敗して失敗し続けて、自分がすっごい情けなくなったりもして、すごく自分自身と向き合い続ける日々がずっと今まで続いていて、そんな中でも応援してくれる人っていうのが、私にいろんな言葉をかけてくれる人がいて、挑戦すらしてこなかった私にとっては、その言葉自体も初めてかけてもらえるような言葉というか、だからどんな言葉もどんな意見も私にかけてくれた言葉っていうのが今の自分につながることになってるなっていうのをすごく感じています。そんなみんながいてくれたから、今表紙モデルを目指す私がいます。いつも本当に応援してくれてありがとうございます。もともと感情を表に出すことが苦手だった私が、みんなに出会えたおかげで少しずつちょっとずつ成長してるなって感じることがあります。それがすごく嬉しいです。そうやって自信をくれたみんなに、まだ出会えてない、これから出会うはずのみんなに、私からみんなの自信につながる出来事をプレゼントしたいです。みんなの存在が私の原動力になりました。わお。私が作りたいモナの表紙っていうのがあって、それが圧倒的な最強のビジュアルの表紙です。誰もが目を引く表紙を私と一緒に作ってください。お願いします。その表紙になるポイントが5つあります。紹介しますね。まず YouTube 総再生時間を競います。そして2つ目、 Twitter です。Twitter に動画が上がっているので、その動画のリツイート数、そしてショールームでのイベント、そして4つ目、現地投票。12月25日にモナドリームフェスコミットメントが開催されます。こちらにみんなに来てもらって、来てもらった人たちに現地で投票してもらう、現地で私がそのステージに立ってるところで挨拶して、現地でみんなに投票してもらうっていう形です。ぜひ来てほしい、本当に来てほしい、してほしいな、みんなしてくれるかな、頑張ります。はい、これはもう私の頑張り次第っていうことだと思うのではい、そういう感じで、この5つのポイントから総獲得ポイント数で1位になった人、それがモナの表紙モデルになります。これから SNS でもたくさん発信をして、その活動を通して1位をつかみたいです。私はなので、いろんな SNS フォローしてください、お願いします。はい、応援よろしくお願いします。この動画見てくれて本当にありがとうございました。モナモデルの堀幸乃でした。ありがとう。